ラグビー元日本代表の五郎丸歩氏38が5日神奈川横浜市で一般社団法人フューチャーイノベーションラブ設立に伴う記者発表会にエグザイルアキラと出席静岡県岩田市の協力の下同法人の活動として25年11月89日の2日間にわたりおそらく日本で初の試みというゴルフ場を使用した音楽フェス 岩田シーサイドドリームフェス2025を開催することを発表した。同フェスは浜松シーサイドゴルフクラブをメインに、キャンプ場、会館を会場とし、1万人以下の規模感で予定。出演者は25年1月に発表される。イベントコンセプト、今、ここから新しい風を掲げ、地域が長期にわたって継承してきた、音楽やスポーツを融合させた新たなイベント事業を生み、 町づくり活動を支援し地域の発展に貢献することを目指す。代表理事を務める五郎丸氏は福岡県出身だが、ラグビーリーグワン一部の静岡ブルーレブズの前身であるヤマハ発動機ジュビロで8年からプレーするなど、16年間磐田市に在住。五郎丸氏は一番長く縁があるし、新幹線を降りても一番落ち着く場所は岩田。ラグビーを通じて出会い ラグビー人生の中でどん底から這い上がった場面も背中を押してくれた。それも含めて恩返しをしたいと思ったと話し、その恩返しの形の一つが戦術した。